世界一になるってずっと言ってるんですけど、正直ね、今の俺のレベルじゃ正直なれないと思ってます。で、やっぱジャスティンはね、めちゃくちゃ歌うまくてポテンシャル高くていけると思うんですよ。ただ俺は修行しないと絶対にダメなんで、この期間で絶対上手くなって胸張って世界一になるって言えるように、歌を修行したいと思います。ちょっとなんかね、リクエストとかあったらバンバンなんか何でも歌いたいなって思ってるんですけど、ないですか？とりあえず今俺が歌いたい曲歌っていいですか？はい、いいですか？しゃあ、じゃあとりあえずもう一曲歌います。ちょっと待ってくださいね。ちょっと雨強くなってきた、なんかね、そんな感じする。よし、じゃあね、神はサイコロを振らないさんに山川さん、山川さん、学生の方だったら多くの人がグラマリーを知ってると思う。高校が入ります。ちょっと大丈夫かな。どうして心ごと奪われて、でもまだ冷たいあなたを抱き寄せたいよ。金木犀の香りが薄れてくよ。秋が終わり消えていったあなた、心ごと閉じ込めて、あなたが弱り切った僕から離れないように、沈黙さえも二人を繋ぎ止めてた。時を止めてこのまま、あなたに会えば二人は友達、戻れないと分かってた。瞳に映る全てを幻にして、夢の中漂いながら分かっていたんだ、独り善がりの愛と。心ごと閉じ込めて、あなたが弱り切った僕から離れていかないように、沈黙さえも二人をつなぎ止めていた。時を止めてこのまま溶け合う、この目や耳や鼻や口や体中の五感全てはあなたのためにあるように。独りよがりの口づけを朝まで知ったこと、今でもまだ痛いほど鮮明に覚えてる。びらりにた指先を静かに食べながら過ごした夜が、また繰り返されてゆく。何度願っても触れること
ということでね、お友達も来たんで、この日はこれで終わりです。立川南ですね。一応ちょっと順番変更したんですよ。ちょっと最後立川になっちゃうなと思ったんで、一回立川来とこうということで、ちょっと今ストーリー出してる日程がちょっと一つずつ繰り越しされて一個ずれるんですけど、ちょっと把握よろしくお願いします。